はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。リュート様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動に、一部にしたいと思います。ありがとうございます。小西博之、3日ぶりにツイッター再開。生きとったんか悪い、生存確認できました。内容は朝日と東京のですね、高市がーっていう社説を2本紹介するツイートをしておりました。全然悪いと思ってねえなこいつ、まあね、あの小西文書なんかうやむやになっちゃって、立憲も腫れ物のように触れなくなっちゃって、一言もだんまり決め込んで、追民の反応、ツイート禁止命令はどうした、亡命したんじゃなかったのかよ、麻布食品って言ったら法的措置でしたっけ、おい、社説っちゅうのは報道とはちゃうで、まあ、事実に基づかなくてもいいんだね、あの社説、朝日と東京、しかもこれ先月の記事やん、この西しかすがるものがなくなったということゴミ新聞の社説なんかどうでもええわ、党にスマホを取り上げられたと噂になったが返してもらったのさすが元課長補佐様、先生 Google で憲法学者を検索すると先生が1位、千葉の恥でも先生が1位でした。悔しくてたまりません。 Google に厳しい法的措置を頼みます。小西大人気だな、最後の人は皮肉が効いてていいっすね。まあ、Google 訴えたところで、そんなんどうしようもねえよって、検索数で上がっちゃうんだからね。却下されるのは当たり前ですけど、Google を訴えてほしいと言ってるところ、まあ、私もこういう賢いですね、煽りができるようになりたいもんだな。今週の週刊文春記事、立憲民主党関係者、憲法学者だと称したが、そのような事実はなく国会でも経歴について確認を迫られた。自分を世界一頭がいいと思ってるタイプで、常に自意識過剰の承認欲求モンスター、私みたくですね、自己愛性人格障害の異常者って言わないのが優しい、立憲関係者、疑問なんですけど、5年後の参院選なんですけど、こいつ公認されるのかな、立憲な、答えされると思います。5年後外されるようだったらもう除名や離党勧告してますよね、とっくにね。立憲にはですね、まだまだ蓮舫やら辻元やら長妻といったですね、小西クラスに、傲慢で言動がひどいやつがたくさんおります。そいつらも処分されてないんだから、立憲はこのまま事件が風化するのを待つはずと私の予想ですけどね。立憲早くみんな忘れてくれ。安倍がパヨがですね、空気読まずに余計なおせっかい始めました。いつものおじいちゃんたちが高市大臣を刑事告発刑事告発ですから知見ですね。行政文書を捏造呼ばわりして官僚を萎縮させて文書作成業務をやりにくくした公務員職権乱用罪に当たる。だって捏造だもん、捏造って言って何が悪いんだろうね。萎縮して、官僚が萎縮してって勝手に萎縮するのは悪いじゃんね、こんなん知らねえよって話でね。まあ、これは取り上げられることはないと思いますけれども、東京地検が受理したかどうかは記事にありませんでした。一般判断す、暇なんすね、好きにすればこの後に及んで、まあ、未だに安倍がいつもの高齢左翼の皆さん、市民団体という言葉のイメージの悪さ、職権乱用罪、小西のことを訴えたの、職権乱用したのは小西じゃね、受理されようがされまいがニュースになればそれで OK、 毎度のことだが市民の考えがまるでわからんと、今回の絵面、肩書きは百姓だそうであります。なんか見たなこういうの、安倍総理国葬反対訴訟記者会見、こちらですね、文と高田総掛かり仕切りの大物が出てきてますけれどもね、外国人記者、
国葬反対派はなんで高齢者ばっかなの、生き恥かいた総係仕切り文と高田健、左側のハゲ玉の人であります。そしてあの裁判所門前払いで全国制覇になり、さらなる生き恥かいても平気な強メンタルと、小西と同じなのかな。なんでこんなほぼ一般人の老人6人の記者会見、訴えましたっていう記者会見にマスゴミが、ゴミマスが群がるのか、テレビニュースになるのかっつうですね。高市総務大臣が報道介入に、成功したらありえないんだよね。こんなのね。まあこいつらは受理されなくても裁判にならなくてもね、テレビに映って情弱高齢者に高市さん訴えられたんだってイメージになればそれで OK ってことなのかな。いっそですね、事件化して、刑事事件化して、小西の文書入手経路から作成過程、誰が作ったのか徹底的に暴いてもらいたいな。そうなっとええな。いっそね、こいつらあのヤブヘビになっちゃってさ、完全にヤブヘビになっちゃってさ、いろいろ暴かれっといいなって思っております。2024年度から理工農系の学生の、実は私獣医師ですけれども、獣医師の免許って農水大臣がくれます。なんとで農学系って呼ばれます。なんと、理工農系の学生の給付型奨学金、返済不要給付型や授業料減免が開始されることについて、アホの長妻立憲政調会長、なんで理系ばっかり、非常に強い違和感がある、文句垂れておりました。一般反応です。それはあなたの感想ですよね。理系の方が実験やらなんやらで金がかかるからだろ、理系の方が授業料高いの知らないの、金がかかるんだから当たり前だろ、まずは非常に違和感の定義を、これから文系は AI に淘汰されるから、なんかあの文章作れる AIチャットなんとかっていうの流行ってますけれども、これやばいね、文系ね、お前ら違和感しかないわ、お前らに違和感しかない。立憲にね、日本の科学技術が発展したら困ると正直に言えと、戦争強くなっちゃうからね、科学技術が発展しちゃうとね、ほぼ座学で済む文系より理系の方が授業料高い、医学部とかね、それ当然ですよね。なんかあの実験やら何やらしねくちゃなんねえしね、麻布獣医大学にもまあ犬とか牛とか馬とかおりましたもん。あとね、豪華な実験用のビルがあって、そこはね狂犬病ウイルスレベル4までいじれるっていう施設もありましたしね、ならばそちらに金かける方が合理的ですよね、戦争に勝つためには兵器開発の理工系や食料自給のための農学系の発展が不可避ですよね、だって医学部も理系だもんね。なんか玉倉ってもうなかなか死なない医学、優れた医学みたいな、長妻はこれ嫌がってんですよね。日本人は無抵抗で降伏しろっていう外観誘致主義者だから、人民軍に日本を差し出したいスパイ、裏切り者、売国奴、国賊だから、ああですね、立憲の政調会長が反対っていうことは理系優遇で正解と、シンプルかつ正確無比な指標であります。なんか財務省とかは東大法学部ばっかりで、なんか幅利かしてるみたいですけど、文系は文系でね、文系に力を入れたところで戦争には強くなりませんけれども、大きな組織では出世しやすい文系が、なぜか、これ文章ですね、理系で文章力がある人だと最強なんですけれども、大きな組織や大きな取引や裁判なんかほどその文書でのやり取りになっていくんですよ。意思疎通がね、ただ喋るだけじゃなくて、文書で提出しなさい、文書でレポート出しなさい、文書で、文書読解力
があるやつが強いと、なんか玉虫色の文章を書けるやつが強いと。大きな組織ほど、まあね、あの小さな組織とか、口で言って済むようなとこだったらそんなでもないですけど、まあまあ、あの文系に行く価値はこれですかね。だったら、あの自分で本読みまくって、文章書きまくって文章力鍛えたらいいんじゃねえのなんていう向きもありますわね。6月1日から平均世帯電気料金と原発稼働率、九州電力、5526円 36%、 関西電力5677円 28%、 中部電力7369円 0%、 原発稼働率ね、北陸電力、7488円 0%、 四国8300円 7%。 あれ、原発動いてんのに高えな。まあ、あの四国は四国の、まあ、あの島ですから、そういう事情もあってコストかかるのかなって思ったりなんかして、中国電力8608円0、東北電力9462、北海道電力9899、東京電力9917、一番高いのが沖縄、1500円と、こんな感じになっておりまして、一番安い九州の5526円と沖縄、東京では倍近い開きありますね、これ。地域格差なんていうもんじゃねえな。これからですね、夏になるのに電気料を払えなくて、高くて滞納しちゃって止められて熱中症になる人増えるんじゃないか。結論なんですけど、反原発活動は庶民の敵、産業の敵。これね、自動車作ったりとか製造業ってすっごい電力使いますからね。工場なんかだと1日のあの電気代が何百万円になる、そんなとこもあるそうで、電気老練、自動車老練、電力老練がいち早く、化学老練が一番早かったかな。頑固な反原発の立憲支持をやめた原因がこれであります。ここら辺は原発動かしてもらいたい、でも電気量高いと存亡の危機ですからね。ディープでハードコアなパヨノの自治労、日教組、郵便労連、放送労連、通信労連、これあの NTT とか AU とか、以外は反原発でない民民支持に回りましたとさ、めでたしめでたし、早く滅びる立憲って思ってるんですけれども原発動かしてもらって電気代安くしてもらった方が皆さんもいいですよね。高い電気代払いたくないですよね。原発動かせれば電気代下がるって分かってんだからさ、これこの通り実際にそうなんだから、倍近い開きあんだから、ということでね、反原発言ってるやつは庶民の敵ですよね。というわけで、メール党員さん大募集であります。あ、4月8日土曜日のメール党員様限定懇親会参加される方、よろしくお願いします。連絡なしにドタキャンしないでね、よろしくお願いします。デトックスジャパン。